負けたらドクハ第1回スケットダンスクイズ。パッどうも、メイションハルキです。カイトです。ノスです。もち、何それ。スケットダンスはご存知でしょうか。まあ、スケットダンスっていうのは2007年から2013年まで週刊少年ジャンプにて週刊連載していた学園コメディ漫画でございます。俺が一番好きな漫画と言っても過言ではないんですけれども、スケットダンスの良さを読んだことがない人にも分かってもらいたいということで、それを簡単に動画で伝えるのがクイズかなと。本当に思って思って思いまして、今回は全6問作ってまいりました。で、まあ正解数、獲得ポイント数が一番少なかった人にはうちにあるスケットダンスを貸しますので、前半、あ、すいません、前巻読破してもらいたいと思います。まあ嬉しい、俺は。というわけで早速やっていきましょう。はい、はい。ワンパンマンの顔誰でも描けるぞ。第1問、スケットダンスの主人公であるスケット団の正式名称はどれ。4択ね。そういう感じ。4択です。1、生徒援助活動クラブ。2、スケット部。3、スケットクラブ。4、学生生活支援部。わからん。もうさ、俺からしたらさ 100% の勘でいくしかないんだよね。じゃあ一斉にお出しください。はい、かぶせてくんな返事を。せーの、はい。1番じゃん。覚えてないけど、こんなんだった気がした。わかんないから勘っていうのもあるけど、なんか絶対シンプルにスケットなんちゃらじゃないだろうなって思って、その2択は勘。正解は4番です。やったー、やったー。やっ、3人で部活成り立つんだ。第2問、作中のキャラダンテが放つセリフで、次の中から実際に放っていないものはどれ。ダンテっていうのはビジュアル系バンドをやっているボーカルの方です。まあじゃあそれっぽく読みますんで。1、過ちのエンジン。2、凍てつく夜のミステイク。3、人間50年。4、バンケって飛ぶ翼。うわー、さあどれでしょう。俺これだけ、なんか1個だけなんかちょっと種類違うなってのが分かったね。では一斉にどうぞ。せーの、はい、ダン、はい、ウェイ。また俺一人だけ違う。凍てつく夜のミステイク、人間50年。正解は2番。あいやばい。なんでさ、そんなさ、すごくね、なんか1と4はね、聞いたことあるんだよね。3番だけ異色だ。そう異色だったんだけど、異色だったからこそね。よし、わからんよこれ。でも今あれだよ、並んだから。でも今1対1対1だから。第3問、作中のキャラスイッチが音声合成ソフトで喋る理由はどれでしょう。1、生まれつき声が出ない。2、舌が抜かれている。3、過去に身内が殺されたから。4、話すのが面倒だから。どうぞ。せーの、じゃん、はい、3番。正解は3番です。はい、もう知らん。ここで読み取れるのはコメディなんだけど、それぞれのね、キャラクターの。3番は正直ありきたりだなって思った。自分が好き。第4問、やばいよ。スケット団が全財産を使ってしまったガチャガチャで、姫子が3連続で被ったキャラクターの名前は？マニアックすぎるだろ。いや、これはスケットダンスファンなら結構常識問題だよね。はい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 。覚えてるんだよね。1、アンソニー。2、マイケル。3、ランドリー。4、山田太郎。はい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 、はい、そのガチャガチャをしたやつらの顔も出てこないけど、ガチャガチャの顔も出てこない。好きなんだよな、この話。もう一回ちょうだい。せーの、じゃん。1番。1番なのか。4番だよ、山田太郎だよ。1番です。やったー、山田太郎にしとけよ。山田太郎にしとけ。第5問、ヒュペリオンに存在しないコマはどれ。コマって何、はい、そもそも4人でプレイする、まあ将棋と囲碁の中間みたいなゲームなんですけど、それのコマ。1、スチーム。2、シューズ。3、OL。 4、ファミリー。これ考えてわかる問題。さあどうぞ。はい、じゃん、じゃい。3番。4番。4番。もうダメやん。4番。やだやだ。なんで逆に OL がいいんだよ。OL は T と合体して OTL になる。なんだそれ。テキーラね。そう。最終問題。え、早い、待って待って、もう俺これ勝てないじゃん。4対1。もうダメじゃん。最終問題。第1話のタイトルはどれ。やーばい、やばいなー。1、スケットダンス。2、男の穏やかな休日。3、ペンキ仮面。4、部屋とわいせつと私。
ちなみに全部存在します。うわわかるやつもある。なんだよ、わかるやつもあんのって結構あれだね、有利じゃね。そうなんだけど、それが一番最初だったかっていうのがむしろ邪魔してる。では一斉にどうぞ。せーの、じゃん。危ないよ。3番4番4番4番だよ4番だよ正解は4番だよ。3番だー。すごくね、逆にここのよ知らなかった、普通に。なんなんだよ、本当に。スケットダンス勉強してくるよ。そうです。